マテガイカは、イハーコーに分類される2枚以外の一科である。前後に長い円筒状の殻を持つ。翡翠産の一種を除きすべてが解散で、世界中の熱帯から温帯を中心に約70種ほどが知られるが、ハワイやニュージーランド、両極周辺などからは知られていない。かの学名、ソランイデイはタイプ属のソ連に、国際動物命名規約でトガを示すイダエオフしたもの。 俗名ソ連は古代ギリシャ語で筒やパイプなどを意味するシグマをメガラムダニューに由来し、本家の筒状の殻を表したもの。特徴的な細長い筒状の殻を持つ。生涯の拡張は2センチメートル程度のチごま手から、ソ連ローチュンダタスのように18センチメートル以上になるものまである。殻を閉じても両端は完全に開いている。角表は明瞭な。 殻側があり平滑で、わずかな成長線以外に殻表彫刻はない。拡張は前端にあり全く、もしくはほとんど高まらない。甲場も前端近くにあり、左右の殻ともに、鍵爪型の小さい手羽が一個あるのみで側はない。人体は外在する。受水管と出水管は癒着している。外套膜は、前端の足を出す穴と後端の水管口を除き、全体が融合する。 足は太い円筒型で、先端はやや円錐型をなし、前方の開口部から伸び出て素早く砂底底に潜ることができる。砂底底に潜り、水管から取り込んだ水から懸濁物をこし取って食物とする。種によっては足をピストンのように使って短い距離なら水中を泳ぐことができる。21世紀初頭では以下の山賊がマテガイカに分類されている。 食材として、スープの具、蒸し物、茹で物、バター焼き、苦いなどに調理して食べられる種が多い。このため、中国では、マテガイや大マテなどの養殖の研究が進められている。ありがとうございます。